はい、はい、背もたれを起こした状態ですとここが5センチほど張り出している状態でこれを倒していきますとだんだん増えていきますので、でそれとともにヘッドの部分に角度がつくようになりましてこれを手前に倒していただくと倒れるようになります。でもう一度これを起こしていただくとここの張り出しが出てきまして、で先ほどのヘッドレストももう一度立ち上がるようになります。でこれをまたちょっと手前に引いていただくとまた倒れるようになります。